黒湯天然温泉、三浦湯は、京急グループの京急開発が、横浜市内で運営する、スーパー銭湯である。三浦湯、リニューアル前の外観日本で、初めての海洋深層水を使用した、スーパー銭湯として2003年6月24日に、開業。海洋深層水は、同じ京急グループの三浦 DSW が、三浦半島沖の相模湾水深330メートル付近から、 取水していた。また、2005年3月24日に、リニューアルオープンし、天然温泉も導入した。さっぱり湯と、しっとり湯の2種類の浴室があり、週ごとに、男女の浴室を入れ替えている。三浦 DSW の事業廃止に伴い、2008年9月末を、もって、海洋深層水温浴を終了し、同年10月以降は、天然温泉及び浄水を使用している。 なお、海洋深層水温浴を終了する以前は、内湯で温泉を使用し、露天風呂としっとり湯のミストサウナで海洋深層水を使用していた。当館は、京浜休行の効果強化に位置するが、橋脚が耐震工事の対象となることから2015年4月1日より1年間の長期休館に入った。その後は、予定通り、 ちょうど1年後となる2016年4月1日にリニューアルオープンを果たし営業を再開している。以下は当館が使用している黒湯天然温泉の泉質である。なお、この温泉は冷凍泉であるため、加温、循環使用している。郵便番号232-0063神奈川県横浜市南区中里一丁目25-1ありがとうございます。